はい、今から岩手の一ノ関に行きます。なんかあえたろうチャンネル、はい、10万人突破記念の大会を開いてくれるらしいので、ケースポーツさんが楽しみます。それに行っていきたいと思います。はい、これの使い方合ってる、この手が分かる、添えるな添えるな、左手添えるな、スナイパーやファンの方からいただきましたので活用していきます。これ結構いいよね、いいやつか、こんな遠くまで行ってきます。着きました、一ノ関です。今からあの赤魔王と合流したいと思います。これが一ノ関か、緑を緑があれあれ元行く、あれハプニング発生、おっと、あ、ない新幹線、お、置いてきちゃった、あったよかった、うぜえな合流です。お疲れ様です。お疲れ様です。合流しました。どうしました。あれ？しっかりした。丁寧な挨拶じゃ。今から飲み行きまーす。はい、当日の朝でございます。今日は中学生の大会なんで、で明日が小学生なのでしっかり盛り上げたいと思います。はい。皆さん頑張ってください。今回の大会はですね、あの感染予防対策をしっかりしながら行います。はい、ちょっとペイソン、はい、立って、本当もう、なんなのもう、おにゃおにゃおにゃ、顔すごいことになってる。あゆたろうチャンネル第1回 K スポーツ東北中学生大会がね、あの行われていまして、ただいま今から決勝でございます。せっかくなんで、はい、決勝に出たペア1ペアずつインタビューしたいと思います。じゃあ決勝進出おめでとうございます。意気込みお願いします。今までやってきた練習をしっかり出せれば優勝できると思うんで、今までやってきた練習を思い出して優勝したいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。素晴らしいです。今まで練習してきた決勝で優勝したいと思います、はい、頑張ってくださいじゃあ頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。カメラ慣れしてない。でもまああれが普通だよね緊張してるね下手したら天皇杯より見えるでしょはい、決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあちょっと決勝前の意気込みをお願いします。前衛として思い切ったプレーをして自分のプレーができるように頑張りたいと思います。お願いします。僕は今まで練習してきたことをずっと発揮できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。素晴らしいです。じゃあ決勝頑張ってください。はい、ありがとうございます。あゆたろうチャンネル。はい、じゃあ第1回 K スポーツ、はい、東北中学生大会、はい、決勝始まります。決勝ですよ。解説はどうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうと、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、決勝戦。僕ちょっと、決勝前見てなかったんですけど、はいはいはい、どんな雰囲気ですかね。大会自体ちょっとレベル高い。大会自体レベル高い、はい。で、宮城と岩手が、から出てもらってるんですけど、はいはい、多分宮城のトップ、岩手のトップが、来てるんじゃないかと。はい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 。ぐらい高い、さあ、プレーボールですよ。セブンゲームマッチですね、はい、決勝は。9球目は掘ると、はい、ね、フォーム綺麗ですね。フォーム綺麗ですね。公園に打っていく、はい、お展開長いラリーです、はい、1球目から詰まったいたちょっと当たりがフレームでしたが、はいはい、これは決まりましたね。やっぱ大沢くんはいいところで動きしたくて、はい、結構無駄がないんですよ。相手の声にとってもちょっと気になる。ちょっとやりづらいと、はい、ちょっと光栄が両者ともあれですね、今様子を見てる感じも。そうですね。サーブレシーブはどんな感じなのか。いいレシーブ、いいレシーブ、走らせていく。おっと、多彩入る。
苦しい展開。おまあ、もうまだ1ゲーム目なんで、もうちょっとしてくると後衛が思い切りの良さが出てくると思うんですけど、ね、これ風はどっちが風かみたいな、風横なのかな、横ですか。まあ気にならないぐらいの風ですね。3ポイント連続で取り、いいサーブ、いいレシーブです、ね、ここは押し込みました。さっきのインタビューの感じだと、あのオレンジ側の子たちの方が緊張感がすごい伝わってましたね。サーブがいい、わ全員が絡んでいく、ナイスボールですね。なかなか3オンでこうポイントして終わるっていうのは上手ですね。ここで顔が、ここで顔が出てきました。サーブ綺麗だな。綺麗ですね。力が入ってない。インタビューの時の方が力入ってました。そうですね。大丈夫かなと思って。いいレシーブ。難しいボール。いいボール。さていくか。うおー。素晴らしい。いやー、硬さが取れてきましたね。お互い前衛、結構難しい処理、うまいですね。今超むずいもの、結構難しいんですけど、ね、両者、内々でちょっとまだ相手動かしてないんで、先に動かした方が勝つかもしれないです。あ、こういう前、展開変えない。こういうボールがチャンスになります。いい球だ。走っていく。いいスマッシュですね。若干眩しいところもありました。そうですね、ちょっと太陽の向き決めましたね。確かあの奥の子はあの県大会でも勝ってる。あ、そうなんですね。岡柳中も宮城ですごい勝ってる、ね。ああ、そうなんだ、ね。団体とかで。うまい。うまい。いや、遊んでないから出してきましたね、やっぱり。続いてますね。あもういった。うまい。そう。ゲット。今の中学生は、ハンボールもうまいっすね。光栄の子がね。光栄の子うまいな。ダブル前衛がこう来るじゃないですか。はいはい、どうしても気になって行っちゃうんですけど、ネットしたらもう、ね、相手触っミスしたくてもできない。そうですね。レッドは良くない。まあ、超えることが重要っていう、はい。最近なんか中学生の子たちもやっぱダブル前衛というか後衛の子もボレー練習もしてるそうなんで。はいはい、そうですね。まあ、昔ほど、まあ、専門職じゃなくなってきたような、うん、何でもできないといけない時代、時代にはなってきました。これでゲームカウントが？ワンツー。ワンツー。白いユニフォームの。あ、動かしていく。若干アウトですね。風ですかね。いいよ、シブ。少し力んでましたね。力んだ。あ、全員サーブ。ここはチャンスです。スライス。うまいな、ね、これは。柔らかいですね。馬のあれでそっちに飛んでいきます。このいなす感じ。どんどんいった。うまいですね。仕事人ですね。同じ感じで決めます、ね。結構このゲーム取った方に流れがいきますね。いい気がしますね。ゲームもポイントも 4が大事です。こういうミスが本当試合決めるから、うん、4ゲーム目って4ポイント目で大事なポイントに全レシーブが回ってくるっていう。そうそう。でも仕事になる。これはまずいバッツゴールちょっと話し合った時の方がいい。こういう時は、あ、こういう時は、はいはい、ゲームカウントが2オール2オール並びました。
わあ、いい形ですね。絞ってストレートを生かしてしっかり止める。レシーブミスだって言われちゃいますね。いいボール。あー、思い切ってきた。走って。いい使い方ですね。非常に中ログの使いどころがいいですね。打ってあげて。何でもしますね。うまい。あ、惜しいですね。いい形で上げたんですけどね。さあ、うまいです。いや、あそこのツイストは、なかなかうまいです。はい、風もちょっとこうです。結構、器用ですね。なかなかプレーが。なんでもやですね。で、これでゲームカウントが、3-2。はい、オレンジのユニフォームの選手のリードです。リード。結構本当タイプが違うんで、そうです。見てて面白いですね。このまま攻め切るのか、はい、そうですね。粘って粘って。白い方はいかにゲームを作るか。オレンジのはいかにゲームをしないで仕留めに。仕留めに。ここがちょっと欲しいですね。見たいです。はい、サーブとかもエース狙っていいんですけど、ね、はいはい、こうやってゲームしちゃうと、どん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 怒っていくよ。こういうことです、ね、もっと打った方がいい。ここで思い切っていった方がいいと、はい、おー、気持ちいい。うまい。ワン、ツー、ここ大事ですよ。一番大事です。さあ、どうする。絞る、グイ、いいとこに打ちました。幅が広いですね。すごいですね。コートが広いですね。コートが広いです。らしい、いい勝負です。いいですね。うまい。さあ、ジャイアンツファイナル。ここからも見ものですよ。いいボール。ショート。うまい。得意ボールですね。多分そうですね。このショート。クロスに絞るのは多分。はい。リサブ、ホルトです。いやー、来ましたね。いいです。ナイスプレーです。これで1ポイント差が出ました、ね。大沢君の何がいい。プレイするじゃないですか、はい、決めます、はい、ここでスピード落ちないこのまま戻ってくる。あ、それがいいっていう、次のプレイにこう繋がっていく、はいはい、やっぱ決めると一回スピードダウンして歩いて戻ったり、はい、常にこうポンポン弾むと走ってるという、それがいいっていう、それがすごいいいです。ぜひ続けてもらいたい。でみんなも真似してもらいたいですね。これ真似した方がいいかな。そして動きが良くなってる。うまい。素晴らしい。形も綺麗ですよ。脱帽。脱帽。いいとこ。うわ。いけるいける。あーだ。なかなかいい試合です。なかなかいい画面ですね。このポイント取ったら全然まだわかんないですね。そうですね。3-5だったら全然ある。
全員が下がってる状況、これを惜しいです。いいですね。僕も言ってましたね、今の。あ、はい、しいて言うと、今のはどういう風に出せばよかったとかあるんですか、ね、前衛的に。いや、今のはちょっとタイミング早くて、タイミング早かったかね。 逆に多分合わなかった。あ、もうちょっとぐーっと引き付けて出ればポンっていったと思います。はい、はい、ちょっと行く。うまい。アウトです。いや、いいレシーブですね。これはちょっとまだわかんないですね。面白くしてくれるな。6-4ですね。これでも追いついたら相当面白いですね、うん、逆になったかな。もうゲームしない方がいいと思うんですよ。簡単にアタックツイスト、ポーチボイドじゃない。でも、いかに早くも仕留めに行く。はい、ナイスね。あー、ナイスマッシャー、オーサー君。ゲームセット。さて、今の試合展開どんな感じだったでしょうか。いや、やっぱり、まあ、公園の保ち良くて、ちょっとオレンジの子の方が試合広く、はいはい、コート広くできたんですけど、そこはちょっと大沢君に邪魔されつつ、大事なところは公園の子が球持って大沢君が主張した。結構わりかしだから、どっちかというとオーソドックスというか、はいはい、まあ、テニスでしたね。公園のタイプは違うんです、はい。いや、素晴らしい試合でした。素晴らしい試合でした。解説ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと、あとで優勝者にインタビューをしたいと思います。はい、いいっすね。引き続きご覧ください。プルルルCM、一旦 CM あります。いけるわ、俺ら天皇杯いけるわ、これ。解説。天皇杯解説。天皇杯解説いけるわ。あゆ太郎チャンネル。じゃあ優勝おめでとうございます。おめでとうございます。初代王者。初代王者、そうだね。第1回目だ。どんな気持ちでプレーをしてたとかってあるんで。まあ、カメラに撮られて緊張してるところもあったけど。そうだね。でも緊張した、ちょっと、はい、けど自分で戦っていけるように頑張りました。どうですか。僕も決勝戦なので、決勝戦こそ思い切ってプレーしようと思って全力で臨みました。素晴らしかったです。ありがとうございます。おめでとうございます。この後表彰式もね、はい、あると思うんで、最後まで映したいと思います。まあ、体冷やさないように、はい、次も頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。怖いね。え、マジ。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いもん僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。